顔ちけえな。大丈夫、具合悪くない？にないです。私今どこおると思う？六本木おるさ。かっこよかろうか、そうやろうか、まあまあまあ、お仕事の都合で東京に来てて、すいません、かっこいいっすよね。すいません、ありがとうございます。女ってのはまあ気まぐれな生き物ですから、六本木で一人ラブホ女子会したくねってことで、今日はね、突如ラブホ女子会を今一人で開いてます。はい、すごいでしょ。こういうところにクリエイターのね、生き様っていうのは出てくるんですよ。これが本物のクリエイターだよ。道開けろ。はぁ、ごめん。六本木のラブホに一人で入る私の勇気をまず称えろよ。褒めろよ。褒めよたた。まずルームツアーからやろうか。つってもね、もうチェックインしてから数時間経っとるさ。なんならちょっともうベッドで1時間ぐらい寝たさね。うん。やってられんと思って。ちょっと疲れたきよと思ってから。寝てしまったけんが、ぐっちゃぐちゃのルームツアーしていい？うん。クレームは一切受け付けんけん。なんかね、ここのラブホもともとね、ラブホとビジホ、まあ、どっちでも使えるみたいなラブホやけんが、比較的結構シンプルなラブホさね。はい、まず玄関にこう脱ぎ捨てられた私の靴がありますと。まあ、もしね、仮にね、異性と二人でラブホに行くことになれば、ちゃんと揃います。ちゃんと揃います。失礼します。自分みたいな身分のものが。って感じで、まずここ開けると冷蔵庫。まあ、入り口冷蔵庫があるタイプですね。新しいですね。あ、いいですね。私、ブラックコーヒー飲む男好きですよ。結婚してくれ、などとは思います。こっちは何が入ってるのかな？変なもん入ってない？あ、私の、イカした、上着が入ってるだけやないかい！はい、行こう行こう行くぜ。こちらが、お目当てのベッドです。あ、すみません、すごい汚いんですけど、でも私が寝た残骸だと思って喜んでください、男性諸君は。あ、これは、私が先ほど、口にした、コーヒーですね。はい、コーヒーの飲み口の部分は抽選で1名様にプレゼントしまーす。けどベッド広いんだよな。今日私ここで一人で寝るんかって思ったら、なんか込み上げてくるもんあります。私がもう乱雑に置いた荷物たちです。あんまりそのなんか変なものが映ってもあれなのでね。あ、なるほど。何なんすか？ラブホっぽいのはベッドだけで、他は比較的マジでビジホっぽいんだよ。めちゃめちゃもう生活感丸見えなんですけど、あ、ほら、もうわかるでしょ。これで私が本当に一人だなってことが今わかったでしょ。ってことで、はい、お風呂でーす。ちょっとお風呂もちょっとね、ちょっとだけ入っちゃったんでね、ちょっとだけ入っちゃったんでね。まあこんな感じでね、普通のお風呂ですよね。あ、でもここちょっとラブホっぽいのかな。わからんけど。いいねー、こんなところにね、男の子とね、二人でね、入るんですか？あいつらは。開け、バカ野郎、なめな人生を。はい、まあね、ラブホに縁もゆかりもない皆さんたちがすごく貴重なね、ルームツアー良かったんじゃないでしょうかってことで、はい、もうこんなことしてる男女のパスさん、私は早く座って喋りたいってことで座らして。いや、ぶっちゃけね、ちょっとね、一週間みっちり結構仕事とか予定とか入れちゃっとって、うわ、危な、ちょっと今のはちょっとスケベやった。ちょっと意外とリアク多いんだから嘘と思ってるやろ。結構ガチぞ。だけんちょっとお酒飲まして。だけんって何？全然アットラインや接続し。コンビニでさ、こういうものとかさ、まあ、ご飯とかさ、お菓子とか買おうと思って外出てさ、コンビニで大量にご飯買ってきて戻ってきたさね。で、戻ってくるときにさ、ホテルの入り口のとこに若いサラリーマンがこう溜まっとってから、で、そこを私は一人でラブホに入らんばけんけんさ、恥ずかしい。ちょっと待って、危なっ。タイマー見てなかった？若いサラリーマンがたくさんいる中、もうすんごいスマッシュ顔で入ってやったけどね。当たり前だろみたいな。当たり前に入るだろ、なんだてめえらみたいな。そんな顔でね、入ってやりはしたけどね。飲んでいい？とりあえずいただきます。あ、これワインやん。やば、ちょっと待って、お菓子も買ってきたけん、お菓子取ってきていい？熱っ。てかやっぱバスローブっていいよね。バスローブって、バスローブの女見れるってことよ。もうまず感謝しないよ。黙想せろよ、まず目つぶれ、せーの最低だね。じゃーん、これ買ってきたんだ。イカ天のり天、これ好きなやつ全員友達。いただきます。ちょっとベッドの上で食べるのは許してほしい。動画だから、動画用、動画用。うん、本当に、うん、美味しい。ラブホとか異性と行ったことないからね、私一回も。ワインだな、これ。文句は言わんけどさ。文句は言わんけど、ふざけんなよ。こんな感じなんだろうね、異性とラブホに行くってさ。どういう感じで行けば正解なの？なんか、初めて行った風にしたがいいと思う？行った時の練習してんちゃけど。慣れてない風が好きなんすか、男の子は。じゃあ慣れてない風で行きますよ。だって慣れてないですし、本当に。じゃあ、
ラブホ始めていきます顔で行った時の練習をまずするわ。え、待って、初めて来たんだけど。え、すごい綺麗。え、ベッドってこんな広かったの？え、待って、すごい、それはすごい。これ何？え、マッサージチェアだ。私すっごい肩凝ってたんだよね。こんな感じか？なあ、どうなんだよ。正解教えてくれ誰か。なあ。うん。今日長崎コロナ380人だって。じゃあ次はラブホ行き慣れてるお姉さん系で行っていい？あ、ここ段差あるから気をつけて。うん。慎重に登ってこ。あ、まあゆっくりしてもらって全然。うん、いいわよ。え、どうする？コスプレする？コスプレ。コスプレするなら全然いいわよ。何があるかしら。やっぱり主流はメイドね。うん、主流はメイドよ。メイドしか勝たんみたいなとこあるから。ミニスカギンガムチェック。なるほど、それもあるよね。レースクイーンと王道コンセーラーは売り切れだって。ふーん、そうなんだ。レースクイーンってそんなあれなんやね。へー。え、ブルマコンも売り切れ？セクシーマリーワンピースも？バニーガール、あ、バニーガールいいよね。バニーガール確かにいいかもしれない。私絶対バニーガール似合うもんね。聞いてないっすか私の話は。あ、そうっすか。あ、なんすか。てか、ラブホに来たら、まあ、することって皆さん一つだと思いません？そう。どの明るさがベストか。そういう話で、まあ、盛り上がることって、まあ、常日頃ありますよね。子供に勉強って言いたくないですよね。まあまあ、生き慣れてる方々っていうのは、おそらく、こんな明るい中でやるのがいいのでしょうね。うん、全部見たいというか、全部見せたいというか、まあ、そういう感じで全部明るくしてやるんでしょうね。ごめんけど、私みたいなピュアな人間っていうのはそんなことできない。そんなこと、自分の体に自信はありますけれども、別に自信がないわけじゃないですし。はぁ、うん、けどやっぱり恥ずかしいから、顔とか見られるの恥ずかしいから、だから考えさせて、照明は。あ、これだね、これだ、これでちょっとここ消すわ。これで暗っ。あ、いや、でもこれがいいわ。うわ、私これがいい。てかさ、今日はこの話がしたいんだよね。ここ数年で急に出てきた言葉あるじゃん。そう、スキピっていう言葉、みんな最近ずっとみんな使うじゃん。で、私も使うし、あれって一体全体どこからの話なんやろうなって思うよ。スキピって多分好きな人よりも軽いやろ。まあ、スキピの意味知らないっていう。スキピは恋愛感情を持った相手に限らず、好きな友達や芸能人のこともそう呼ぶことがあり、相手が一人である必要はない。そう。そうなのよ。だけど、そんなんおるっちゃけど、常に。何人か。何人かって言って、なんかめっちゃ遊んどるみたいなね。遊べとらんくせに。遊ばせろよ、普通に。この YouTuber という職業がね、いい足かせになって、まあ、足かせになりすぎてる節は正直あるけれども、ね。けど、まあ、それでね、いい感じでね、なんかいい感じにこう、なんかピュアやけんさ、モテるやんじゃん。え？食べちゃった。ごちそうさま。舐めていいですか、手。はい、お色気シーンです。最近出会ったスキピで言うと、26歳の人ですね。別になんか何も変なことしない。ただただおしゃべりしただけ。ただただおしゃべりして、あ、かっこいいってなっただけ。それでもうスキピ認定ですから。はい、軽率。軽率だから人生楽しい。けどこれが好きな人になるかというと、それはまた別の話。困るよね、本当に困るよ。うん、だからね、自分から深く関わることを避けてるもん。深く関わっちゃったらだって好きになっちゃうから。好きになっちゃうから関われない。いや、けどやっぱりね、一人でこうラブホ女子会ってしたの初めてだけども、あんまするやついないだろうしね。うん、一人ラブホ女子会したの初めてだけれども、寂しい。うん、だって見て、こんな広いんだよ、こんなにベッド広いんだよ、こんなにベッド広いのに、今日私ここで一人で寝ちゃうんだからね。私基本的に、なんだ、人と、横で寝るの無理だよ。けどこの広さ、この広さ、さすがにちょっと横に人来てほしい。人というか、男の子というか。うん。寂しいよ。あの、今起きてる人、いいね。DM 切っていい？電話していい？ってストーリー出すぞ、これ。ああ？チャンネル登録、お願いします。何でもするから、インスタはしたから、チャンネル登録。